わっさっ、やちむろです。はい、ということで今日はですね、アップデート情報をやっていきたいと思います。先行プレイですね。まあ動画的には、まずバランス調整の話をして、次に新スキンの紹介をできたらしたいね。ちょ、時間の問題もあってわかんないですけども、バランス調整俺は一番発表したいです。で、最後にその他もろもろっていう感じでね、やっていこうかなと思います。まあちょっと時間ないんでね、早速やっていきましょう。チャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。いきますよ。レッツ、ゴー。はい、ということでまず、バランス調整からいきたいと思います。まず強化されたキャラクターですね。こちらダリル、何が変わったかって言いますと、このスタパですね、よく読んでください。バレルロールを発動すると2秒にわたって受けるダメージを 25% 軽減する。なんか前はさ 0.9 秒だったのに 0.9 秒間90% 減少みたいな、軽減するって感じだったんですか。その方が強くない、何が強化されたんって思った方見てください。なんと前の鋼のね盾っていうスタパが、パッシブスキルになりました。元からついてるスキルですね。だからこれも必殺技のスキルになりましたね。はい、だからこのウルトを打つとダメージ低減率がもう 90% されるよっていうね、感じになりましたんで、結構強いですね。で、何が強いかっていうと、まあ、やっぱ必殺技打つときにスタパがないと弱かったんですよね、前は。まあ、だからまず無課金の人、カンストしてない人もダリル結構使いやすくなるのが一つ。で、次がこのスタパの、この2秒にわたって受けるダメージを 25% 軽減するってやつは、ウルト使った後から2秒なんで、攻撃してる時もね、シールドついてる状態が、まあ、続くんですよ、おそらく。そうなると、昔のダリルってね、ウルトのこの、ウルトじゃない、このスタパの、前が 0.9 秒だったのが、何秒か忘れたんですけど、結構長くて、それが本当強かったんですよ。強くて、殴ってる時もシールドついてるみたいな感じだったんですよ。そのダリルが強かったんですけど、そのダリルは戻ってきたみたいなイメージでいいと思います。まあ、だからダリルがね、結構増える可能性はありますね。エメハンとかも、倒せない時と、敵とかに倒せたりとか、なんかめっちゃ噛んでんな、俺。大丈夫かな。はい。ちょっと取り直ししたくないんで、頑張っていきたいと思います。とりあえずダリルは強くなりました。ということで次行きましょう。はい、ということで次、エルプリモです。エルプリモ大丈夫か俺今日。深夜テンションみたいになってるけど。何が変わったかっていうと、ウルト貯めるときに、前はね、16回攻撃を当てないとウルトが溜まんなかったんですけど、それが、なんと12回になりました。かなりウルトが貯めやすくなったということで、前のなんかちょっと下方入ったのは、確か受けるダメージで、じゃなくてそう、受けるダメージでなんかウルト溜まるみたいな、そこの調整、ダメージの調整とかがあったんですけど、まあ、それでウルトが溜まりづらくなってたんですけど、次は自分が殴る、回数を減らしてウルトが溜まりやすくなるよっていうことで、サッカーね、またプリモ増えると思いますっていう感じです、プリモは。はい、ということで次行きましょう。はい、ということで次、スクイークですね。スクイークは、ダメージが上がりましたね。パワー11だと1620ダメージ、入るようになりました。これね、結構強いですね。俺パワー11の、持ってないんですけど、スクイークを持ってないんですけど、パワー9の時のスクイークがですね、1400ジャストですね。パワー9の時は1400だったんですけど、パワー11になったら1620っていう感じで、アップデートされた後はね、なるんですけど、結構強いですね。火力めちゃくちゃ高いんで、かなりスクイーク強くなるんじゃないかなと思います。まあちょっと強かったけどさらに増えたって感じかな。まあ多分モーティスとかに何もできないっていうのが多かったとか、あとタンクとか来てきついとか、結構スクイークそう火力が低くてサッカーとかもあんま使えないっていう時があったんですよ。だからまあちょっとシテタンプはさ、鉄壁の守りで使ってたじゃないですか。あそこは、タンクが少ないってのもあって、強いんですよね。やっぱ遠距離系の敵には投げとかもワンチャン食えるし、ストゥーとかにも結構強いんでね、はい、採用できたと思うんですけど、基本的にはサッカーとかだと弱かったんですよ。攻める系じゃなくて守り系だから、まあ、それがちょっとね、使いやすくなってサッカーでも増えるかなって思います。じゃあ次行きましょう。はい、ということで次カールですね。カールは必殺技のダメージが増加ということで、750ですね。パワー11だと750になりましたと。パワー9の時のね、カールは、そう、結局俺も11持ってないからさ、比較できないんですけど、9の時は588だったんですけど、750になるということで、結構、強いと思います。
なんかパワー11のカール普通に強くね。まあおそらくなんですけど、この力投をセットしている時にウルト使うとほぼほぼ勝てないんですよ。ウルト弱すぎて、弱いっていうかなんつうんだろう、火力が低いっていうよりかはカールがすぐ溶かされちゃうんですよ、ウルト使うと。だけどこの防護スピンの時は結構ウルトが決まることが多くて、モーティスにもやられづらいとかね、何人かまとめて倒せるとかあったんですけども、まあそれがね、必殺技の火力が上がったことによって、その複数のキャラを倒せるプラス、なんかその防護を使った時にもっと倒せたりとか、力投を使った時にまあ今まで以上に動きやすくなったよっていう感じだと思うんでね、またカールももしかしたらちゃんと増えるかなって思います。じゃあ次行きましょう。はい、ということで次ゲイルですね。ちょっと疲れてきた、ずっと喋ってる。必殺技ダメージが増加ということで630になりました。強い、普通に強いです。ちなみにパワー11のゲイルは持ってないんですけど、パワー9の時のゲイルの、ウルトを見ると、336です。全然違うね。パワー11になってるからっていうのもあるんですけど、336って全然違うよね。パワー11になったら630になるっていうことでね。パワー11だと。はい、っていう感じでゲイルもね、結構増えると思うんで、ウルト、なんかその、ダメージを与えるためにウルトを使った時あんまないと思うんですけど、なんかこのね、火力がちょっと増えたということで、まあ、その630ダメージ与えるためにウルトを使ったりとかね、結構手助けとかしやすくなるかなって思います。はい、ということで次弱体化です。なんとローラ来ました。ローラのクローンを自分の隣で使用した場合 50% のダメージしか与えられないようになるということで、ちょっとこれはね見れば早いと思うんでちょっと待っててくださいね。はい、ということで、どんな風な感じかっていうと、まあ、近くに出すと 50%なっちゃうって書いてあったんですけど、どんなもんかというとこれですね。はい、このエフェクトあるじゃないですか、この周りのギザギザ、これの中にいるとこのねローラの影がちょっとね、弱くなるということで、ちょっと待って、わかるかな、195になる、 50% だから、ほんと 50% 軽減されてるって感じになります。じゃあ逆にこの外に出してあげると変わらず390出るよということでね。でもエフェクトがちゃんとあるっていうのは分かりやすいよね。隣ってどこって思うじゃないですか。まあ、こういう感じで使いづら、こういう感じかな、目の前に出してちょっと離れてみたいな。あー、なんか使い方が結構変わるね。前までめっちゃ簡単だったのにね、こうやって近くに出してこうやってね、はい、っていう感じでローラが弱くなりました。まあこれでどうなるか分かんないですけども、まあ、少しは弱くなったんかな。だから逆にモーティスが強くなったって感じしますね。もうここまで来たらモーティス無双が始まるかもしれないですね。以上、ローラでした。はい、ということで次の、下方修正入ったキャラはタラです。タラの、ガジェットが、はい、こちらですね。まあ、3体影を出すやつがあったんですけど、これのタラの影の、HP が1000だったんですけど、それが800になるということでね。まあ、一応下方っちゃ下方なんですけども、なんか HP 変えたところでそこまでね、変わんないかなって個人的には思いますね。大体のキャラが、まあ、一発で、倒せちゃうということでね。まあ、ベルとかジェシーが、まあ、一発で倒しちゃうっていうのが正直一番なんか強いなっていうのが、ちょうどいい HP すぎて、ベルとかってさ、反射して、まあ、本当は反射するんですけど、なんかそのタラのこの影っていうのは反射しないんですよ、倒しきっちゃうから。だからベルとかジェシーでも3発で倒しちゃうっていうのがあったんですけど、まあ、そこが強かったから、多分そういうとこが目的じゃないってことか。そしたらコペンとか P のウルトのコペンとかが対応しやすくなるとか、そういう感じなんかな。はい、まあ、ちょっとどうなのかわかんないんですけども、まあ、そこまで影響はないかなって感じですかね。はい、次行きましょう。はい、ということで次サンディですね。サンディ何が下方されたんですかっていうのは、必殺技のチャージ率の低下ということで、前は、まあ、6発ヒットすればウルトが溜まったんですけど、7回ヒットしないと、ウルトが溜まんなくなったということでね。この1発は結構でかいっすね。またちょっと弱くなったかなって感じです。はい、まあでも一応ね、性能が強いんでこういう調整がやっぱ大事になってくるのかなと思います。ということで以上でバランス調整でした。じゃあ次行きましょう。はい、ということで次スキンですね。ちょ、動画長くなってしまうんですけども、見ていきたいと思います。こちらサンタボーですね。こちらは、まあ、季節限定のスキンということで、まだ値段は多分出てないのかな。まあ、リークされてたら多分出るんですけど、今はまだ出てないかな。
まあ、ちょっとね、一応発売されるということで試していきましょう。はい、ということで、サンタボー。レッツゴー。はい、こんな感じ。まあ、結構いいね。ほい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 。かわいい。サンタボーいいね。棒に見えないしね、これ。ウルトが、うウルトかわいい。あ、プレゼントや。これは普通。これは普通か。はい、まあ、こんな感じですね。結構かわいい。爆発は普通と。いいね。え、なんかこれプレゼントが、すごいなんか、ハートの形も混ざってるよ。かわいい。いや、いいですね。はい。サンタボー、かなりいいスキンだと思います。じゃあ次行きましょう。はい、ということで次、マルタスパイク。こんな感じ見た目。すごいね。おー、すごいね。なんか、結構かわいい。おー、すごいなんか、なんだろう、なんだろう。いいじゃん。立体的めっちゃ。こんなじゃなかったのに、前。さあ、こんな感じ。トゲも結構かわいいね。おっきいし。ウルトは、おー、かわいい。え、かわいくないこれ。やべえ、スパイクのスキンめっちゃかわいい。なんかいつもかわいい。凍ってるし、ほら。やばい。めっちゃいいじゃん。はい、こんな感じ。で、多分ガジェットは基本的に変わらないんで、こんな感じですね。はーい。かわいいです。欲しい。これは欲しいわ。はい、ということで、次、トナカイグリフということでね、グリフの新しい、初めて新しいスキンが来たということで見ていきましょう。メリークリスマス、これ。ドルマス、わかんないけど。ちょっとね、なんかやります。よいしょ。はい、ということで見ていきたいと思います。もうグリフはこのスキンで溢れるでしょうね。おー。めっちゃ弱そう。なんかめっちゃ弱そうだな。しかも、下半身裸じゃないグリフ、これ大丈夫。あー、ウルト可愛いね。綺麗だ。いいね。いいじゃん、これ可愛い。スター、スター。おー、めっちゃ裸だけど、下半身。大丈夫か、これ。すごいスキンだな、これ。どうなってんだ、誰が考えた、これ。たまに意味わかんない。なんかもうグリフネタ枠やん、こんなん。はい、ということで、ウルトは結構可愛いと思うんで、買いです。次行きましょう。はい、ということで次は、トラプリモということでね、かっこいい、これは。スタイリッシュだね。はい、ということで見ていきましょう。トラプリモ、タイガープリモ。ラグい。あー、なんかでもいいね。新鮮だわ、なんか。今までになかった。プロレスラーって感じ。ウルトは？ウルトは普通。おー！すごい、見た今。これ結構いいかもね。なんかドスンってなった時にエフェクトが発動される。よいしょ。ドン。投げ。プロレスラーって感じ。あ、これいいね。ウルトにエフェクトかかってんのめっちゃいいじゃん、これ。かわいい。はい、これも買いです。はい、ということで次、ダイジャ・エドガーということでね、最近あのね、ボルト見てんですよ。ナルトの、あれね、アニメ。それだからちょっとね、なんか忍者っぽくて嬉しいですね。見ていきましょう。オロチマル！はい、ということで、見ていきたいと思います。これ結構かっこいいね。ああ、後ろのヘビがちゃんと攻撃してくれるんだね。サスケくん、あなたは、私のよ。ちょっと似てる？ちょっと似てない？我ながら。さあ、ウルトは？なんか、これ普通だな。めっちゃ普通。普通だけど、見た目かっこいいから。これいいね。色合いも結構いいし。サスケくん、あなたの番よ。これは？はいはいはい。はいはい。一緒ですね。ほぼほぼ。はい、こんな感じです。かわいい。かわいいスキンが増えて僕は嬉しいです。はい、ということで次、ローシバーリーですね。今更なんですけども、プリモとエドがさっき紹介した時に、左上にこの虎のマークあるじゃないですか。これは虎年スキンって言ってね。まあ、虎年のスキンっていうことで、めちゃくちゃそのままなんですけども。はい、見ていきましょう。はい、ということで、ローシバーリーです。見ていこう。よいしょ。お、ひょうたん投げてる。おー。なんかバーリーこのスキン似合ってるね。これいいな。帽子かぶってるけど。さあ、ウルトはなんと、ツボ。うわ、術かけられてるみたい。頭悪くないですよ、これ。で、おもらしは普通と。あー、いいね。なんか、やっぱエフェクト変わるスキンってな、大事だよな。これすごいですね。なんか、術にかけられてる。それこそ、はい、ナルトミ。ちょっと細身だしね。なんか、動きもちょっと、歩き方が、老子って感じ。わかる？わかんないか。はい、ということで、そんな感じです。次行きましょう。
はい、ということで次はこちら、ニタですね。これはなんとパワーリーグですね。パワーリーグスキン、真珠ニタということでね。かっこいいね。マジナルトのあれみたい。オッケー、見ていこう。さあ、ということで見ていきましょう。真珠ニタ。おお、あ、すごい、なんか、え、すごくね攻撃がすごい。なんか、なんだろう。え、すごいな、これ結構。おもろい、おもろい。攻撃がちょっと違うみたいに似たの。さあ、じゃあ、ウルトは出ました。これは、なんだ、猿？猿みたいなクマ。え、結構いいじゃん。かっこいい。パワーリーグのスキンってね、いろんな面白いスキン多くていいですよね。さあ、そういうことで。あー、なんかおもろいな。エフェクト変えるとこんななるんだ。すごいな。火吹いてるわ。おもろ。はい、ということで一応以上ですね、スキン、新スキン見せてったんですけども、なんか新しい新キャラのファングっていうスキンが多分見せれたと思うんですけど、なんか、ちょっと見せていいのかわかんないんで、やめときます。今回は。なんか多分ね、見せていいって書いてあるけど、今日じゃないんですよね、発表する日が。なんでちょっと怖いんで、僕は見せないで置いておきますね。普通はダメだと思うんでね。はい。まあ、一応書いてあるから、別に悪くはないと思うんですけど。すいません、そこは。ご了承ください。ということで、次がですね、違う話をしていこうかなと思います。はい、次ちょっとチャレンジの話をしますね。新しく来るチャレンジが、グロムチャレンジと、トラドシチャレンジ、ラテンアメリカマスターリーグチャレンジってのが来るんですけど、まず、グロムチャレンジはですね、報酬が、まあ、グロム、新キャラもらえて、9勝で、ゲットすることができます。そしてコンテニューの時はコストはね、エメラルドを、まあ、コンテできるよっていう感じで、まあ、いつも通りですね。はい、そんな感じで新キャラをゲットできる、チャレンジが来ます。で、多分1月ぐらいにトラドシチャレンジっていうのが来て、報酬はトラドシピンズで9勝でね、ピンズをゲットでコンテニューはできると。で、次ラテンアメリカマスターリーグチャレンジ、前も来たね、サッカースキンシェリーとかいろいろ来たんですけども、これまたね、12勝でメガボックスゲットっていうことで、いつも通りですね。はい。これがチャレンジ。いつも通りって感じですね。で、あとは、ちょっとゲームモードの話していこうかな。はい。こちら、デュエルですね。多分ね、俺できるとは思わないんだけど、まあ、1対1ですね。こんな感じでキャラクター1、2、3って書いてあるんですけど、まあこれね、自分で選べて、この3体を使ってね、1対1の新モード、デュエルを戦っていくっていう感じね。試合前に3体のキャラクターを選択する。そして残っているキャラクターの数だけ勝利のチャンスがある。まあそれは普通ね。相手の3体のキャラクターを全て倒すと勝利。はい。ということで、一応ね、このデュエルっていうゲームモードもありますよっていう感じです。あとはフレンドバトルで、パワーリーグでできるよっていう感じになります。はい、ということでね、まあそんなもんですかね、今日発表するのは。あと細かいところはね、なんか俺が発表する必要もあんまないからっていう、なんか多すぎてそんな発表するみたいな感じだから、多分ね、もう待っていればいいと思うんで、ここら辺。バランス調整だけでも良かったんじゃねえかっていうレベルなんでね。はい、ぜひとも皆さん、アップデート楽しみにしておいてください。ということで、今日はね、こんな感じで終わっていきたいなと思います。ちょ、マジ喋りすぎて酸欠なんだ、俺今。酸欠になったわ。回んない頭の中が。あ、疲れたよ、なんかもう。はい。30分ぐらいずっと喋ってた。多分カット何個かあると思うけど、ずっと喋ってた。ありがとうございました。ということで、今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。皆さん、それで、また、バイ。